福島第一原発の事故をめぐって業務上過失傷害などの疑いで市民団体に告発された菅直人元総理が昨日過失はなかったと刑事責任を否定する意見書を検察当局に提出しましたこれはあの検察側は任意の事情聴取を打診してたんですがあ菅元総理側はこれを拒否してで、えー、意見書を提出したということなんですが過失はなかったあの えこれはね、えー、菅元総理、菅さんが、その、事情聴取に応じない理由として、はい、総理として、えー、遂行した行為について、聴、え、取、ー、に応じたりすると悪い前例を作るという趣旨のことをおっしゃってるんですが、はい、これとんでもない話ですよね。うんつまり、日本の司法は独立性があ,あるから大切なんであって、えー、総理大臣だったら、あ何をやってもお、司法に問われることはないと。 はい、おもちろん、統治行事として行っている、行政として行っているという意味を言いたいんでしょうが、いや、そういう、う正義タブを作らずに、うんえー、国民の側からあー、例えば告発されたり、問題提起があったら、これあくまで任意なんで、はいえー、無理な強制捜査やろうとしているわけじゃありませんから、うん、当然、えー、元総理のお行った行為であっても、ちゃんと説明するということを、むしろ確立すべき話でしょう。うーん だから、内閣総理大臣だった人が一番肝心なあ三権分立とか、司法の独立の意味を分かってないっていうのが、うん、新しいショックですね、これは。いや、これがむしろ悪い前例になってしまいますよね。そうですよ。うん、それは総理としてやったんですからって言われたら、あ例えば、六機動事件なども、捜査、はい、もできなかったのかってことになっちゃいますから。うんね、おっしゃってることはむちゃくちゃで、誰が見ても、これは自分を守るためにやってるんであって、国家の尊厳とか、 あるいは、その本当の意味の三権分離のために、あの、菅さんが拒否したんじゃなくて、あくまで自分の保身のためだっていうことが、はい、あの、子供にもわかる話ですから。また逃げたからって。<laughs> ええー、菅さんね、もともと市民運動家ですよね。はい、えー、それはご自分も、いわば認めてらっしゃると思うんですが、これ市民運動の名誉のためにも、このままにしといてはいけないと思います。ちゃんと話すべきを話す。えー、そこからもう一度、えー、この福島第一原発の事故の原因も調べられるべきだと思います。はい。